これはですね、これも腕時計とは言わないですよね。ヘンテコケースなんですけれども、こういうふうに普段はですね、デスクウォッチとして、ウォッチ、デスククロックっていうのがデスクウォッチとして使いますね。両方とも同じメーカーなんですけど、ターバンですね。タバン製です。で、こっちが、シルバーのターバンですね。ちょっと文字盤も消えかかっちゃってますけれども、シルバーのターバンのデスクウォッチ。で、こっちがですね、これダンヒルですね。ダンヒルに、あれですね、向けに作らせたんですね、ターバンが。で、こっちは、象眼になってますね。シルバーに象眼ですね。で、こう、構造としては、普段はこう、ペッてこうやって、こういう形になります。で、こちらも同じですけれども、こうやって、両サイドこうやって押しますね。で、こうやって、あれ、こうなりますね。こういうふうな形になって、机の上に、置いて使うときは、これを両脇をこうやってカチャッとしてこうやって使うわけですね。でここにちょっと見えるかどうかわからないですけど、スターリングシルバーのでパテントしてターバンの刻印がありますね。これも一応パテントになってるんですね、ターバンの。面白い時計ですね。こういうこう本当に昔実用的であってメーカーが作ってた時計ですよね。本当に腕の、ファッションとして、巻く時計とかいうんじゃなくて、実用性があってそしてその時代に、作られた、芸術ですよね。そういう時計が好きですね。もう今では忘れられちゃってますからね、こういう時計は。でも好きです。なかなかないです。なかなか出てこないですよね、市場にね。お金の価値っていう意味ではないかもしれませんからね、こういう時計は。こういう、もう本当に1930年代の、ターバンのデスクウォッチですね。形がおしゃれ、ヘンテコリン時計です。